阪神タイガース4点差をひっくり返す逆転勝利、そして飯塚さん誤審を認める、イエーイ。はい、ということで、試合はですね、梅野選手の、ホームでのタッチミス、ちょっと空振りのタッチがありまして、それで中日に先制されて、まあ、4対0となりましてね、まあ、苦しい展開になるんですけども、その梅野選手がミスを取り返すスリーランホームラン、イエーイ。飯塚さん見てる？何してんの？あそぼう。そして藤浪投手がピンチを作って、マウンドを降りるんですけども、能見さんが登場、ピシャリと抑えて、阪神に流れを持ってきました。そして阪神の4番陽川選手がツーベースヒット、そしてナバーロ選手が同点となる犠牲フライ、イエーイ。飯塚試合元気？ユニバ行こう。そしてその後は、藤川球児投手、桑原投手が完璧に抑えて、出ました。久しぶりに出ました、やってくれました、大山選手がタイムリースリーベースヒット、勝ち越し。そして梅野選手が気迫のヘッドスライディング、タイムリー内野安打、イエーイ。そして最終回は、ドリス投手が、またヒヤヒヤのピッチングしましたけども、なんとか、1点差で逃げ切って、6対5で阪神タイガース勝利です。イエーイ。バザイバザイバザイ、久しぶりの甲子園の勝利です。バザイバザイバザイ、いい中華しゃーん。俺と一緒に YouTube やろうなあ。もうしてほしい企画いっぱいあんねん。飯塚さんがパンツかぶって段ボールからブワーって出てくるやつと、人間ゴルフ場、あと一緒に女の子の家に行って、もう大事にしてるシルバニアファミリーに鼻クソつけるやつやろう。一緒に売れよ。返事待ってますよ。僕ちょうどね、相方が欲しかったんですよね。もう飯塚さんとならね、もう一緒にやっていけそう。もうそんな感じがする。はい、ということで、甲子園の連敗が、ようやくストップしました。今日はね、藤浪投手が、フォアボール6個かな、ちょっと多かったですけども、梅野選手がね、ヒーローインタビューで、慎太郎良かったと、内角攻めれて成長したと、これからも慎太郎を応援してあげてくださいってね、慎太郎のことをね、自分のことより、慎太郎のことをね、コメントしてくれてめちゃくちゃ感動しましたね。これからもね、応援しましょう慎太郎をね。はい、それでは明日もこの調子で勝ちましょう。今日のとこは以上でございます。どうもありがとうございました。